お久しぶりです。トーマスです。今回はね、クソコメ反論動画第2弾をやっていきたいと思います。というのも、あの、前回アップした UQ モバイル、Y モバイルです。スマホを購入してはいけない理由っていう動画がえらい反響をいただきまして、で、反響をいただくと、まあ、良くも悪くもクソコメがたくさんつきますというところで、あの、クソコメに関しては、あの、俺は決して言い返すことはしないのよ。お前がそう思うならそれでいいんじゃないお前の中ではな、で一周すればいいだけの話だし、反論したところで時間の無駄やし、生産性もないから反論はしないんやけど、せっかくこんだけクソコメがついたんであれば、今回コンテンツとして使 作ってしまおうということでそこコ反論動画第2弾を撮影していきたいと思いますできればこの動画を見る前に前回アップしたこの動画を見てもらいたいんやけど簡単に前回の動画の内容を解説すると UQ モバイルと Y モバイルは通信品質もいいし値段も安いんだけどスマホのラインナップがひどすぎるからスマホのラインナップ購入するときは注意してくださいとできればスマホは別で調達した方がいいですよ最悪でも iPhone7 を UQ モバイル Y モバイルで契約しましょうねっていう感じの動画内容になっていますでえっといただいた コメントが大体676件なんやけどうち3分の1ぐらいは多分俺の返信になってるから実質は400件ぐらいのコメントをいただいておりますいつもありがとうございますじゃあ早速やっていきましょうとまず一番上のこの人かない今のスマホは勉強代とは少々突き放しすぎるかな詰まるところ UQY モバイルは端末だけダメだけど回線料金は優秀ってことでしょっていう話をしているから一体どういう意図のコメントなのこれはでもコメントしてくれてありがとうございますまあ、確かに今のスマホは勉強代って言って切り捨ててしまうのはね今すでにひどいスマホを使ってしまっている人には非常に 申し訳ないんやけどただね、あの、実際問題処理にすごく困るのよ。ライトユーザーを対象にした動画やから、その人たちにスマホをメルカリで売ってくださいね、そのためにデータを初期化してくださいねっていう説明をしたところで、多分ね、難易度が高くて受け付けてもらえないと思うから、とはいえさ、スマホってさ、人生の中で一番使うデバイスにすでになってしまっているから、スマホの性能が低いってことはさ、自分の人生のパートナーが足を引っ張ってしまうっていう最悪の状況に陥ってしまうのよね。ということなんで、もうちょっと申し訳ないんやけど、今のスマホに関しては押し入れにしま ももららってて新ししいススママホホを購入してもらうと今のスマホは勉強代にせざるを得ない、のかなとといいうところですはい、えっ、ー、と、安けりゃいい人間にとってスマホなんて電話できればいいぐらいにしか思ってないよ。性能なんて気にしていない。性能重視する人間だったらスマホは自分で準備して回線契約だけやるさっていうのができる人ならそれでいいんやけどね。ただ、あの、安けりゃいい人間っていうのがうちの親戚やったんよ。で、うちの親戚はそれで阿炎共感の悲鳴を上げていたっていう状態で、やっぱりね、実際スナップドラゴン450っていうのはそもそもの性能 の天井が低いのよね購入してしばらくはあれ全然サクサクに使えるやんって思うんやけどアプリをいくつか入れていくやんそうするとそのアプリが常駐することによってメモリとか cpu を圧迫していくからすぐに動きが悪くなっても半年後には全然動かんみたいになる実際問題うちの親戚は苦しんでいたっていうところから注意喚起をするために前回の動画をアップしていますそもそもハズレスマホの何がハズレなのか知りたいっていうのはまあ一応動画の中でも解説してるんやけど動きがむちゃくちゃ悪いですそれはさっきも言った通りスナップドラゴン 450とか性能の天井が低いからアプリをいくつか入れたらすぐに動きが悪くなりますよっていう話ですワイモバイルの回線が悪いって勘違いしてた人がいたけど端末が悪かっただけなんだよな賞味ワンプラス買って契約した方がいい説はいまあこれはあの非常に正しいと思いますワンプラスはあの今のところまだ日本では発売してないから入手は難しいんやけど5万ぐらいで購入できるハイエンドスマホでワイモバイルを契約して回線料金を抑えてワンプラスでスマホ代も抑えるっていうのは賢い使い方ではあるんやけどただ海外のスマホを自分で輸入するっていうのは上級者向けやから初心者に案 するのはちょっと厳しいかなっていうので、今回一応そこは無視しています。で、ワイモバイルに関してはソフトバンクの子会社ではなく、ソフトバンクそのものですよ。あと、android 1x5 ってスナドラ800番台のハイエンド帯のスマホじゃなかったっけ？メモリが少ないからかっていうところなんやけど、えっ、ー、とこれは完全に忘れてました。android 1x5 スナップドラゴン835を搭載しているハイエンドスマホで値段も安いんでまあ、悪くない選択肢だと思います。で、ワイモバイルに関してはソフトバンクの子会社ではなく、ソフトバンクそのものを。 なのあ、そうなんや。知らんかった。それはちょっとまた調べておきます。外れスマホを選んでる人って大半は他の人に何か言われない限り、自分が外れスマホをまされているってことにも気づかないと思うっていう、まあ、これもう確かにおっしゃる通り、これね、ほんま闇やね。だから Y モバイルとか UQ モバイルを契約した人は、ああ安いのはダメなんだなって思って、またソフトバンクとか AU に戻っていくっていう出戻りを狙ってるんやと思うんやけど、で、またここがさ、安い Android を契約しているだけなのに、iPhone はいい、Android はゴミっていう風に誤解する原因にもなってるから、このあたりね、 やっぱ安かろう悪かろうなんだなっていうことをもっとねお金払う側も理解するべきよね。もちろん安くてもいいスマホっていうのはシャオミーの Me9 とか日本製のやつでも探せばあるんやけどさ。でもやっぱそういうのって自分で調べて詳しくならないと契約できないから店員の言われるがまあまあ、はい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 契約してしまうとキャリア側の手のひらで転がされ続けるっていうことになってしまうんよね。メディアテックのヘリオ G90T はめっちゃ快適。これなんからしいです。最近新しく出たメディアテックの CPU は性能がぐんと上がってるらしいんでまあ、近々搭載してるスマホを購入 検討をしたいと思っています。ただ気をつけてほしいのは、メディアテック製のヘリオ P60 とか P70 とかそういう CPU を搭載しているスマホはコスパ良くないんで気をつけてください。はい、えっとねオーバースペックに加熱むことこそ無駄だと思うけど、これねえっと UQ モバイルで iPhone7 を契約したとしても24回分割で月額が1000円しか上乗せされないのよ。それで快適なスマホが手に入るかどうかっていうんであればどっちを選びますかっていう話なんで、もうそこを最終的に決断するのは個人の自由です。むしろハイエンド使ってる人で使いこなしてる人いないよねゲームだけの。 ためにに万とか世の中ののの中大半の人はローエンドで十分なのにね違うぞ。少なくとも俺はローエンド耐えられないぞ。あのね、スマホなんでね、別に使いこなす必要ないのよ。ハイエンドのいいところっていうのは、あらゆる動作が早いところで時短になることであって、別に使いこなす、使いこなさないじゃなくて、自分の時間の価値にどれだけ重きを置くかっていうところになるから、ローエンドを使い続けてるっていうことは、自分の時間を軽視することに等しいから、おすすめはしないです。できれば、ミドルか、もしくはハイエンドを購入するっていうのがおすすめです。いや 問問題題ないでしょうアップルの製品買うやつこそバカだわ格安シム全てが問題あるかのようなな適当れ、んなマイネオンも別に早くないよね。普通の格安シムやから制限はされているし遅いっていう評判は聞くよね。あと、アップルの製品買うやつこそバカだわっていう色眼鏡は外した方が多分この人自身が幸せになれると思います。これ何なのマイネオンは大丈夫ってことですよね。とこれ一言も言ってないけどどういうことこれマイネオンはなんかあるのそういう勢力が。 トーマスさん、こんにちは。I.I.J. とかマイネオってどう思われます安くて遅いと思います。普通に格安シムなんで。すまん。全部見なかった。俺にはよくわからん。だからだ。だが先に言っておく。あなたは素晴らしい。感動者だ。ここからが俺の意見だ。まず俺は最初に2倍速で見ようと思った。しかし2倍速で見ようと思ったら何が何だかわからない。つまり無駄な内容がないということだ。あなたは時間稼ぎをしていない。要は動画主は己のためではなく、純粋ユーザーのために配信表をしているのが明らかに伝わってくる。私には何の力もない。だからせめてグッドボタンとチャンネル登録をさせていただいたあなたのような配信者が増えること

<laughs> 変わった人やな。ないとは思うけど、スナドラ800番台でも最初の方はあかん。はい。今回説明は省いたけど、スナップドラゴン800、810、820に関しては今から使うには結構性能が悪いし、バッテリーの消費が大きいし、熱問題もあるんであんまりお勧めはしないです。ただ、今現在発売されているスマホで、それらを搭載しているスマホが存在をしないんでお、おそらく遭遇することはないのかなとは思うけど、中古スマホを買うんであれば、この辺りは気をつけた方がいいです。えー、ワンモバイルでひどい解約金を取られて以来、どこも一択、ソフトバンクも 許せない解約はい。えっ、ー、と契約書をちゃんと読みましょう。端末に話を絞って罠言われてもな。片落ち。スマホなのは100も承知だし。こっちはあらかじめ sim フリー端末用意してる。っつーのてか高性能のスマホを求めるやつが格安。スマホを選択するか、こんなんで情着呼ばわりされるのは少子万全だわ。唯一大手なのに、uq モバイルと y モバイルに限ってはスマホのラインナップが広いんで、そこが危ないですよ。っていう注意喚起の動画やからというのと。あと片落ち。スマホなのは1も承知。出しっていうのはこの人に限った話であって。多くの 人はそれを知ららずに計画しててるから危ないいよっていう話ドゲンカセントってトーマス知って宮崎県民奈良県民です。CPU のことですが、僕はファーウェイ P9 ライトを使っています。P9 ライトはキリン 650CPU ですが、普通に軽いゲームやネットサーフィンだったら余裕です。ゲーム面は荒野コードへロード時間は長いけど、普通に遊べます。はい、えっと、慣れは非常に怖いです。低い性能のスマホを使っている限り、本人はそのスマホの性能が低いっていうことに気づけないし、そして自分の時間を無駄にしてるっていうことにも気づけないので、やっぱり新しいスマホには定期的に触っていくっていうのがおすすめです。 持ち込込みみみならら OK っっっっててててことと AU 囲いい作戦ににに乗っかかかしししまってるから徐々にフェードアウトしたいんだけど最初の一歩でにしてみようかと思う思はい、そういうことです。あの、回線だけを契約してもらった SIM を自分で用意した SIM フリースマホにさせてもらえればそれで安く使うことができるんで一番おすすめの方法になります。ただ保証がないんで気をつけてほしいっていうのと、あとあの、UQ モバイルに関してはあの、繰り返しにはなるんやけど通信回線が特殊やから使えるスマホ使えないスマホっていうのがはっきりと分かれてくるので、なるべくなら Y モバイルに移行してもらうっていうのがおすすめです。 の料金をなんでローンを組みたがるのかわからない。まあ、一括で払えないからしょうがないって反応ありそうだけど、それって自分に合ってないってことだから自業自得だよね。そうやって背伸びしてローンを組むことが当たり前のようになってるから、罠に引っかかるんだよな。はい。まずローンっていうのは全然悪いことではないです。あの、金利が高いんであればそれはどうなのかな？っていう話ではあるけど、スマホのローンに関しては金利ゼロっていうのが一般的やからローンを組めるならどんどん組んでしまった方がいいと思います。でローンを組むことによって、今月払わないといけなかった。10万円を長期的に払うことによって、今ある1万円を別の投資に。 っていうことになるから基本的に支払いを先延ばしできるっていうのはメリットの方が大きいのでローンっていうのはどんどん活用してもらった方がいいと思いますでこの人が言ってるのはその貯金残高が10万円もないような人が10万円を超えるような iPhone をローンで買うのはどうなのかなみたいな話だと思うけどそれもそれで戦略の一つやしあの iPhone っていうのはやっぱり性能がいいから自分のパフォーマンスを上げることができるから将来への投資の一つとしてローンを組んで頑張って支払っていくっていうのは一つありなのかなと思います俺は主婦のおばちゃんから見たら割り高な 食品添加物だらけのコンビニ飯をうまいうまい食ってるけどそれを指摘されたらムカつくやん別にええねん料理できんし好きなもの食わせろってスマホも同じことやないそうです わからないそうこそアクオスセンス3だと思うな2万円台であの性能は破格。これはマジでそう思います。タイトルが良くないですね。機種が良くないだけで、回線自体は全然 UQ は良い,いと思うし、他の人も書いてますが、シムフリーの機種や大手キャリアのハイスペック機種を UQ とかで使えばいいだけじゃないんですかね。このタイトルだと UQ や Y モバイルの全てを否定しているように見える。見え、見えるそう、そうかな俺、えだって俺、UQ モバイルと Y モバイルのスマホを購入してはいけない理由って書いてるからさ、タイトルで完全にスマホって限定 てを否定しはい、解決。あのね、このコメントすごく多い。こういうコメントすごい多いんやけど、これを俺はこの動画で言ってるから、どうしてこのコメントをしてくれてるのかね、よくわからないんやけど、多分ね、この人、この人というかこういうコメントをしてくれている人は最後まで動画を見てないと思う。で、俺別にあの、自分の動画をさ、最後まで見ろとか言う気は全くないよ。面白くなかったらもう途中で消せばいいと思うし、ただ、どうせコメントをするんであれば、 さ最後まで見ないとこのコメント自体が無駄になってしまうことになるからさ結局この人は生産性が高いのか低いのかどっちらかようわからんよねという感じ はい。ごめんなさい。えっと、思ったよりもクソコメはなかったです。比較的にまともな意見が多かったなっていう印象なんで、まあ、クソコメ反論って一番最初に言ったのも明らかな間違いなのかなという気はするけど、そっちの方が多分食いつきはいいんで、そのまま残しておきます。で、えっとね、こういう動画を撮ると、あの、じゃあライブ配信やれよお前みたいなことを言われるんやけど、やりません。なぜなら俺は勝てる相手と勝てる場所でしか戦わないタイプの人間なんで、いつも一方的にボコボコにされているのを、この動画で一方的にボコボコに仕返すことによって一つのコンテンツにしたいだけ なので戦いたいっていう意図は全くないですただあのいつもコメントものすごい参考になっています最近あの全部返せてないのは申し訳ないんやけど全て目は通してるしあのコメントから新しい発見とか気づきがあってそこから新しいコンテンツの作成にもつながっているので非常に感謝していますいつもコメントありがとうございますという感じでえっと今後もコメントをどしどしといただけるとありがたいです今後ともよろしくお願いします以上となりますこの動画ではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報っていうのを発信していくのでこの動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録 お願いしますあー、ガジマガだ。ガジマガ用意してねえよーガジェマガ、ガジェマガ、ガジェマガ、ガジェマガ。はい、オッケー。で、とガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新で、ガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。